はいどうも皆さんこんにちは、たまっこです。はい、今ね夜の、まあ、夜って言ってもまだね5時過ぎぐらいなんですけど、すっかり、12月もね下旬になりまして、高尾山の方にね今向かっております。今日ね何しに行くかっていうと、まあ、今軽トラでね、乗ってるんですけど、2021年式のね、グロム、注文したということで、先日ね、生配信、させてもらいましたが、今ね軽トラでちょっと取りに行っております。間に合えばね明日にでもちょっと乗れるようにして、レビューなんかもできればなとも思ってるんですけど、いや楽しみですね。久しぶりの、納車動画になるんですかね。はい、自らね軽トラを、走らせて、車両を受け取りに行くというねいう感じでございます。で明日ちょっとね日中、晴れたら、トラックからね降ろすところからちょっとやってみてもいいのかななんて思っておりますけども、ちょっと今ね、バイク屋さんの方に向かっております。じゃあねまた、撮影開始したら、動画の方でお会いしましょう。じゃあまた後で。さて、着きました。リバースオート八王子店。後ろ向きで止めとこうか。軽トラに積むからね。よいしょ。よっしゃ、じゃあ取り行きましょう。バイクで来てみましょう。さあ、ではまた明日。タマコライダThank you.
コライダー。さあ、ついにですね、2021年式、グロム、納車、ということでね、軽トラで、お店から運んでまいりました。今さっきねちょっと、下ろしたとこなんで、早速ねちょっと乗ってその感想をねお話ししていきたいなと思います。まず、ちょっと外観から少し見ていこうかなと思いますけど、まあエンジンはね、同じ 125cc なんですけども、僕がね一番大きい気になってるとこがね、ミッションですね、5速4速がね現行モデルの、ミッションなんですけども、5速のね、ギアになったということでね、それがちょっとどういう感じになるのかっていうのがね楽しみですね。はい、ちょっと前の方から見てみましょうか。ライトはね、ちょっとつけてみましょうか。まずガシッと、スピードメーターもねだいぶ変わったみたいですね。ちょっと洗練されたかな、デザインが。でここにギアポジションがねインジケーターつきましたね。あと ABS のランプがついてます。あとアベレージが出てるね。なんかメーター機能が結構加わってそうですね。そして、ハンドル周りは至ってシンプルですね。ミラーも丸型のものがついてます。こっちの辺も変わってないかな、スイッチ類はあんまりですね。で、125cc にしてはっていうことで、このタンクキャップになってて、これがねこれタイってタイホンダなんですけど、この文字って何なんですかね。タイ語なのかな、なんか象形文字、アラビア文字っぽいけど、なんかすごいことになってる。なんか ABS のこと書いてありますね。並行輸入で購入したんでね、あれですけど、エンジンかかんないとあれか、つかないのかな。つきましたね。こんな感じ、ライトがつくと。反射板でこうなってるってことか。ここがこう光るっていうか、反射板がこうなってるからここも一緒に光ってるっていう感じになってますね。視認性はちょっと夜確かめてみましょう。標準のグロムのやつって結構ねあれなんですよね、暗いんだよね。で、倒立フォーク今回はゴールドになってて、ABS のステッカーが貼ってあると。ゴールドの倒立フォークですね。ちょっと一回これエンジンは止めようか。で、ディスクブレーキの、2ポットキャリパー日清のものですね。キャリパーもゴールドになってます。なんか結構上質な感じしますけどね、作りは。でこれがね、ツイッターでもちょっと話したんですけど、なんか衝突安全ボディのね、あれみたいですよね、このね変異を見るとこのなんかポッチがねあれですけど、これを外すと簡単にこれがカバーが取れるという仕様になってます。ステップの形がちょっと変わったんで、バックステップはちょっと流用無理かな。マフラーも本当は流用したいんですけどね、ちょっとそれは並べて見てみましょう今度ね、今持ってるグロムと。でリア周りはミシンのワンポットですね。でスイングアームはそんなに変わってないか。でタイヤが、B ラバーですね。今回の B ラバーはどうなんでしょうね。現行グルムのね B ラバーのタイヤは結構評判があんま良くないっていうあれでしたけどね、おまけ程度のタイヤと考えて、乗りながらね考えればいいかなと、というものになってます。ウインカーがねスモークになりましたね、レンズが。
LED ではないみたいです。ただヘッドライトと、テールランプは LED という感じですね。これはまたフェンダーレスしたいところですけどね、どうなることやら。まだパーツが出てないからね、今のグロムのやつが使えるのかどうかっていうのもちょっと見ないといけませんけどね。まあ特筆するべきところはそんなところですかね。うん、ちょっと2台並べてね、比較をしていきたいなと思いますね、今度ね。さあ、じゃあ早速持っていきましょうかね。開封ということでシートのビニールを剥がしていきたいと思います。あ、これあれかな、シート外した方が。これシートどこで外すんだろう。あ、これかな。よいしょ、外れた。うん、ここにバッテリーが入ってますね。バッテリーもちょっとあれが1個にあれ、リチウム余ってるから入れてみようかな。リチウムに交換しようかな。よっしゃ、シートの形がねすごく良くなりましたね。段差が解消されてるんで。しかも結構クッション性がある感じでいいかもしれないぞ、これは。よし、 OK。 じゃあちょっと周り一回りしてみましょうか。よいしょ、2021年式グロム、まずはファーストインプレッションですね。ちょっと行ってみましょう。うん、足つきはね、うん、なんかあんま変わってないかな。いいっすね。でもなんかちょっと大柄になったのかな。クラッチがすごい軽くなってる気もする。うん、はい。吹き上がり方は似てるかな、現行と。よっしゃ、じゃあちょっと行ってみましょう。お、お、ちょっと待て。お、あ、違う、だいぶ違うぞ。あ、だいぶ違うこれね、ああ、はい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 、これはね、いいぞ。まあ今マフラー変えてるから、今の現行のやつがちょっとどうかあれですけど、一回りちょっと大きくなった印象ありますね、グロム。うん、なんか乗ってる感じね、一回り大きい感じがする。なんだろう、タンクのこの感じもあるのかな。ミニグリップがすごいしやすくなりましたね。これはミニグリップラバーを入れたいところだな。よいしょ、これはよ、ニュートラルに入りづらい。すっごいニュートラルにね入りづらい。うん、オッケー。うん、ちょうどねこのニーグリップ膝のところにねちゃんとこう当たるようになってる。へえ、これは好感触だぞ。ちょっとあんまり倒し込むのやめよう。 B ラバーだったから、新品タイヤだからね。ちょっと皮むきだけちょっとやって。へえ、あ、いいぞこれ。ちょっと大きい、お、一回り大きいな、やっぱ。うん、これね、ニュートラル、これギアがめっちゃ入りづらいギアニュートラル入りづらいな。なるほど、まあ、この辺は使っていくうちにこなれてくるかな。うん、まさに1キロ
走行距離1キロを今記録しました。ちょっとね、ちょっと高いと思うな。少し高くて足つきは悪くはなってないんだけど、まあどっちにしてもベタ足なんですが、177センチの僕なんですけども、両足かかとべったり系ですね。ただなんかね、今乗ってるグロムよりも若干一回り大きいイメージがあるな。ほんとニュートラルが入りたい。まあこんな感じでね、両足べったりなんですけど、そしてね、まあ、馬力は別に変わってないんですけど、むしろちょっと下がってるぐらいの、数値なんですけど、なんかねトルクがあるな、トルクがあるぞ。こう走り出しのねトルクがなんか一個強い。そうだな、なんか安定感が、安定感とかね、一足のスタートに安心感があるというか、本当に入らない。これはなんかちょっとこう見た時の感じも一回り大きい感じはするよな。どっかでちょっと止まってゆっくり見てみましょうかね、またね。結構そのこのねメーターのデジタルメーターですけどね、結構反応も悪くないし、インジケーター、ギアのねインジケーターも結構バチッと遅延なく変わってくれますね。結構昔の、昔って言っても 4,5 年前の特に海外のね、乗ってた時のインジケーターがなんかワンテンポ遅れるっていうメーターありましたけどね、あれ結構なんか当てにならないから見なくなっちゃうんですけど、これ結構ちゃんとすぐ変わる、カチッと。でちょっとこうギアが入ってないとこのなんか防線になっちゃうね。これどういう状態なの、ニュートラルでもないけどギア抜けてるっていう。ニュートラルはちゃんとニュートラルって出るもんね。面白いな。さてこれはだいぶいいぞ。二足発進とかもちょっとゆとりがあるぞ、二足で動くのも。てかでもこれハッピーメーター臭いな。今35キロぐらいで走ってますけど、そんなに速いと思えないんだけど、ちょっとこれは検証してみないと分かんないですね。若干数字が飛ぶな、スピードメーターの。いやでもね多分これ乗りやすくなってると思うな。いいな。いやでも5速っていうのはいいな、やっぱり。ちょっとこれはね奥多摩とかやっぱ行ってやってみたいとこだけどね、上り坂がすごい苦労してたんで、ノーマルのマフラーは静かですね、静かです。あのオーバーのやつ入れらんないかな、ダメかな。いや早いよ、普通になんかちょっと早い気がするんだけど、これでしかも4速、今まで4速で終わってたやつのさらに上があるっていう。いいなぁ、いいな、5速いいな。やっぱりいや、これはいいぞ。
本当に。やっぱねちょっとトルクフルな感じする、うん、まあ言っても 125cc なんでね、そんなにガンガンこうガンガンいきますみたいな感じではないんだけど、現行のグロムと比べると、うん、若干だけどね力強くなってる感じしますね。馬力自体は変わってないんですけどね、これはいじったら速くなるんじゃないか、今のやつより多分。ちょっと引っ張ってみますか。あ、ちゃんとこうレブが近くなるとチカチカ教えてくれる。ほらピカ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 って回転数上がってますよみたいな、7000回転ぐらいになると言ってくるな。面白い。いいよ。いや、やっぱ多分ちょっと背が高くなってると思う。シートもね、いやこれいいぞ、シートもかなりすごい痛かったからね、前のノーマルシート。いや走り出しが楽だな本当に。これはいいよ、本当にいいと思う。なんかね、今までのグロムってこじんまりしてるのが、まあそれもまたね、いいところではあったんですけど、まあでも結構あれかな、おもちゃ感は少し少なくなったかな。よりなんかちゃんとしたバイクに近づいてきたっていうか、ちゃんとしてないバイクが何なんだっていう話もあるんですけど、まあそれが結構持ち味だったところもあるじゃないですか、グロムって。なんかこう気軽にね、バイクだぞっつって肩肘張らないで、乗れる二輪っていうかね、そんな感じのはあったんですけど、一回りちょっと大きいイメージを受けますね。こういうね細い道はやっぱりグロムいいですよね。細かいところ行くのにね本当にちょうどいいんだグロムは。よいしょ。ということでね、2021年式グロム、ファーストインプレッションということでね、ちょっと軽く、周りをね、乗ってきましたけども、いやいいですね。なんかねやっぱ一回りちょっと大きくなってて安定感が増してるような気がしましたね。ちょっと乗り比べてみて、またね実際どんな感じになるか追ってね、レビューしていきたいかなとも思っておりますけどもやっぱりあと5速あるっていうのはね大きいっすね。1速増えたっていうのはね、まあなんだろう、ギアのその選択肢が増えるっていうのは、走りやすさにね結構つながってんじゃないかなって、街乗りでもちょっと思いましたね。若干トルクも太かったかなって思います。ということで、今回の動画はねこんな感じでね、終わりにしたいと思います。またちょっとねいろいろともうちょっとね足伸ばして、遠くに行ってみたいと思いますんで、ぜひねチャンネル登録、していただいて、新型グロムのね動向、気になってる方はねぜひチェックしていただけると幸いでございます。それではまた、このチャンネルでお会いしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた。衝突安全ボディも気にならなくなってきたな、慣れると。